はい、どうも無月です。さあ今日もデプレやっていきましょう。今回は、試練の塔が来ておりますね。なのでこちらをやっていきたいと思います。で今回も、ひとまずレンタルデッキでチャレンジをしていこうかなと思っております。今までのレジェンドバトルと違ってデッキがね変わっておりますので、ボルメテウス、ヘブンズゲート、あとはヒーアミ速攻ですね。こちら3種類となっております。で今回はねこのボルメテウス使用してやっていきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、それでは試練の塔やっていきましょう。対戦よろしくお願いします。さあ今回は15戦目の模様を見ながらねちょっと解説していきたいと思います。今回レンタルデッキのボルメテウスなんですけれども、強いです。思った以上に強いです。というのも、今回ねこれ試練の塔って CPU 戦なので一応ソロモードという扱いになるんですね。でソロモードだと効果がねプラスアルファでつくカードが何枚か存在しておりまして、まあ今回のこのボルメテウスもその恩恵が受けられるようなデッキとなっております。まあ一番大きなのが今手札にあるボルメテウスリターンズですね。こいつが普段であれば墓地からボルメテウスと名の付くカードを1枚場に出せるんですけれども、ソロモードだといくらでも好きなだけ出していいよということになっているので、まあ落とし得ですね。すごいそれがねあの決まる試合がこの試合だったんで、ぜひぜひ見てってください。いやとりあえず6マナを貯めるんですが、もう次6マナ貯まりますね。で着実に墓地もねあの落とせてるんで、なかなかいい感じに回っております。まあちょっと欠点があるとすると、マナ加速がないのと、序盤のカードがね、2コス3コスを引けないとちょっと厳しいという点はあるんですけれども、決まるとこの通りですね。しかも全員 SA がつくので、はい、焼却で、7点ダメージ。やりすぎでしょこれは。はい、これで確実に勝利。対戦ありがとうございました。はい、最後にデッキ紹介となります。今回まあ対戦中にも説明した通り強い理由がですね、このボルメテウスリターンズ、自分の墓地から名前にボルメテウスとあるクリーチャーを1枚バトルゾーンに出すっていう効果と、スピードアタッカーをつけるっていう効果なんですが、ソロプレイであれば1枚ではなく好きな数バトルゾーンに出す、やりすぎですね。なのでまあ複数墓地に落としてこいつで踏み倒そうというのが一つプランと、あと手札にボルメテウスホワイトドラゴンが合うときに、今度こちらですね、こちら5コスとなっているんですけれども、希望と勝利の伝説カードを2枚引いて、その後ボルメテウスホワイトドラゴンを1枚出してよいと、こちらは1枚確定なんですが、これもソロプレイの場合効果がちょっと増えておりまして、このターン自分のボルメテウスホワイトドラゴンは全てスピードアタッカーとブロックされないウェル、強いですね。これでブロッカーも貫通していくという、この2枚を使って攻略していく形となります。まあ注意点としては、クリーチャーのほぼほぼボルメテウスなので、他のクリーチャーが深海タイフーンしかいないんですね。なのでちょっと深海タイフーンであったり、他の低コス帯が引けないと、まあ要は事故ってしまうとかなりきつくなるので、まあ大きな連勝を狙うにはちょっと厳しいかなっていうところはあるんですが、デッキパワー自体はねあのかなり強いものになっておりますので、まあ全然何回か挑戦すれば10勝15勝ぐらいは軽くできてしまうのかなといった感じでございます。もしね良ければ使ってみてください。それではご視聴ありがとうございました。